はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、フォーチュンミエルです。本日なんですが、戦術付きデッキが強化されましたので使っていこうと思います。これね、めっちゃ診断で一番好き、この戦術付きっていうテーマ。なんでかっていうと、クソデッキがいっぱいできそうだから。もともといたこのタロットレイっていうモンスターにプラスして、このね、名戦術機タロットレイスっていうモンスターがこれ実装されまして、これね、タロットレイと一緒に使うとね、めっちゃ強いんですよ。で、戦術機ってどういうテーマかっていうと、なんかクル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 するリバーステーマになってまして、なんかオセロみたいな感じです。はい。で、タロットレイがなんか月の書と太陽の書の効果を持ってまして、フリーチェーンでね。で、エンドフェーズにリバースモンスター特殊召喚できる裏側守備表示でっていう効果があるんですよ。で、タロットレイスっていうモンスターがすごい独特なモンスターで、これタロットレイの効果か儀式召喚で出せるっていう。だから、儀式してなくても、このタロットレイの効果のエンドフェーズになんかその特殊召喚するっていう効果で出せるんですよ、これ。はい。これ結構面白いです。で、裏側守備表示で、特殊召喚できるんですけど、これリバースモンスターなんですよ、儀式なのに。儀式なのにリバースってどういうことやねんってなるじゃないですか。だから、このね、新しい名戦術の儀式とか、これってね、裏側守備表示で儀式召喚できるカードなんですよ。戦術機儀式モンスターを。だこういうカードを使って、こいつを裏側で出していくっていう感じですね。で、こいつリバースすると、デッキからリバースモンスターを何でも裏側守備表示で特殊召喚できるっていう効果ありまして、これ何でもいいんですね、リバースモンスター。だから、今回はこのタロットレースの効果を使いまして、何をリバースしていくか。まずね、戦術機で有名な、相性のいいカードは、まずデウスエクスクローラー。これリバースしてると、なんか相手だけスキドレ的な状態になる。まぁ、ちょっとスキドレとは違うんだけど、スキドレ的な状態になるカード。または、禁忌の壺。これ、禁止カード級のカードをどれか選んで発動できるっていうカード。それから、今回、採用しているのがこの2種ですね。クソモンスターと、激肝モンスター。まず、真空イタチ。リバースしたら、このターン相手は魔法トラップカード発動できない。はい、キモい。それから、ガードドッグ。このターン相手はモンスターを特殊化できない。はい、キモいと。この2体を、相手のターンにリバースしていきます。っていうことができるようになってます。で、これどういう手札からいけるかっていうと、タロットレイと、タロットレイス裏守備が作れればいけます。はい、なんとこれだけでいけます。めっちゃ簡単でしょ。だから例えば、名戦術の儀式っていう、カードを使って、まあ、タロットレイスを素材にしてタロットレイ出すみたいな。そうするとタロットレイの効果でエンドフェーズにこいつが蘇ってくるんで、そのコンボ成立するだけでこれ2枚リバースできるんですよ。前のターンに、1体、セットで、次の相手のターンのドローフェーズに1体セットで、相手のドローフェーズでタロットレースの効果で、あ、タロットレースの効果ね、ちなみに、こいつもあのフリーチェーンで月の書と、太陽の書の効果持ってて、これね、あのタロットレイと違って何枚でもリバースできるんですよ。タロットレイは1体なんですよね、あのリバースさせたり裏側にしたりするカードが。なんですけど、こいつはなんとなぜか2位の枚数選んで表側守備にしたり裏側守備にしたりできるっていうのがぶち壊れ効果ありまして、これで、リバースしていくのが2枚3枚にして、まあだから理想はデウスエクスクローラー、ガードドッグ、イタチ、これ全部リバースですね。これが理想です。まあ結構まあ妨害なければいけるんで、そういうの。はい。ということで、これをまあ揃えるべく今回は、ギミック組んでまして、まあ例えば下肢の下準備で、まあ、下準備対応してるんでタロットレイとかは、なんでここ持ってきたりとか、あと、それからゲルドグラですね。ゲルドグラは普通にアーデコを2枚送って儀式モンスターと儀式魔法差し切るんで、まあマンジゴットとかより全然強いんで、まあライフなくなるけど、まあこれとか、あとテンテの人ね、テンテの人から、マクシムスドラグマを、サーチしながら、この辺を落としていくみたいな、そういう動きですね。でね、あれ、エクストラからは基本的にはモンスターあんま出さないんで、なんで、天帝の人はぶち込んでも大丈夫です。まあ、相手の、あ、ちなみに、高校は無理です。基本的には。多分リバーステーマなんで、ちょっとさすがに、高校厳しいから、まあ、一応、展開通れば、まあ、デウステックスローラーリバースしてなんとかなるのかもしれないけど、ちょっとさすがにね、まあ、先行デッキだっていうことはご了承いただければなと、はい、いうふうに思います。早速、戦術、イタチガード戦術、やっていきましょう。デュエル。スタンバイ。さあ、フォーチュンミエルちゃんによるクソゲー押し付けデッキいきます。このデッキ待ってたんだよね。このクソデッキ僕大好きなんですよね。この戦術機っていうね、デッキ、これなんでかっていうと、ね、やっぱ、ね、リバーステーマっていうね、非常に独特なテーマを使いこなすことができますんでね。なんかあるのこれ、あ、うらら、あー、それはうら、あーんとね、いや、これはまあ普通に墓穴だな。ちょっと儀式セットを揃えないといけなくて、儀式モンスター2枚と儀式魔法1枚があると基本は動き出せる、動き出せるというか強い盤面が作れるんですけども、まあ、ちょっとそれを目指していきたいので、ちょっと1回裏側はきついので普通にね、
ライフポイント俺だけ5万くらいなんねえかな。そしたらなんかあのゲールドグランの効果で一生サーチするんだけどな。ゲールドグランの効果発動して、まあ、これ一応ねあの8000ライフなんで2枚サーチいきます。一応儀式兵をだから、まあ、ゲールドグランは一番強いこの世でね。マンジゴットとかセンジゴットとかよりも全然強い。なんかやってること超ジゴットだな。これ超ジゴットの完全上位互換で名戦術の、儀式によってタロットレイスをリリースして、タロットレイを儀式召喚で、タロットレイちゃんがこれは元々からいました、あのモンスターがございまして、月の書と太陽の書を内蔵している、史上最強モンスターで、エンドフェイズにリバースモンスターを手札か墓地から特殊召喚できるという効果があるんですが、なんとタロットレイスっていう儀式モンスターはなぜかタロットレイの効果で特殊召喚できるっていう最低もらって最低っていうかそういうルールでございまして、タロットレイスが、裏渋で出てきて、でタロットレイの効果によって即座に叩き起こす。お仕事が起きろタロットレイス。そしてリバースした場合にデッキからリバースモンスター何でもセット、強すぎこれ、強すぎマジで、これ何でもね、この中のモンスター何でもセットいけるんですけど、まあ僕はねもちろんガードロックをセットさせてもらってでタロットレイスの効果発動、タロットレイスの効果によって、自分を裏側を守備表示にしていくぜ。ね、これも一応裏側にしとくか。なんかちょっと殴られたらやばいから。で、ディサイズ。オッケー？で、ちょっと無限法要だけやめてほしい。タロットレイの効果発動。表側攻撃表示に叩き起こしていくスタイル。さあ、タロットレイスを表側で叩き起こし、タロットレイスの効果。表側で叩き起こしたため、自分のデッキから、真空イタチをセッツセッツ、タロットレイスの効果発動、裏側の守備表示モンスターを好きなだけ表側にすることができるので、いっぱい表にします。はい、起きてください、お仕事ですよ皆さん。はいはい、ガードロックの効果、相手はこのターン特殊召喚できない。そして、真空イタチの効果、このターン相手は魔法トラップカードを発動できない、モンスターを、まあ、召喚はできますけど相手、魔法トラップカードを発動できない、モンスターを特殊召喚できない、どうぞ。未来が見える。あなたは、このターンサレンダーするわ。困ってる、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 困ってる。何？貴様、諦めないだと。てめえやるな。根性あんじゃねえか。なるほど。なるほどですね。やべ、サレンダーされると思ってたので、ちょっと どうしようこれ。ちなみにもう一回展開しに直すとかはもう全然、もう一回っていうか、まあ殴り続けて、これまた裏側にして表にしてみたいなことはできるんですけども。まあちょっと ワンキル取りに行きますか。裏面一応あるんですけどね、いろいろと。まあちょっと一応こうして、ガードドック、真空たちワンチャンもう一回リバースするかもしれないから、なんもねえな。なんもねえな相手。なるほど、どうすっか、タロットレイすっか、タロットレイして、リクルートするか。タロットレイス裏側にして、これね効果使っちゃうと使えなくなっちゃうから、これスルーして、で反転してリバースすればいいか。はい、これちょっとあの打点が低くてワンキル取るのむずいですねこのデッキで。タロットレイスの効果、リバースモンスターを特殊召喚できるため、これはレベル9ですね。はい、でビビリオムーサーで、誰やねんをリバースしていく。でビビリオムーサーはね、儀式モンスターが対象に取れなくなる効果が、あの付与できるんで、効果対象になって効果出せないみたいな、効果付与できるんで結構強くて、でこれでこうしてですね、はい、でこれ一回もうなんだあれ、なんだろうね、なんかわかんないけど、ブラフじゃない可能性も一応、ケアするか。で、2体のモンスター使って、レイバーテイン出して、レイバーテイン出して、でもね、ハカラだったらチェーンするんだよ。だからこれハカラじゃないから多分レイバーテインの効果使ってよくて。で、腹ペコ青虫出して、腹ペコ青虫を出して、で、相手のカードを巻き込んで、これ、アーデック巻き込めばいいか。これでいいな。で、2枚素材にして、なんすかそれ。アラベスクですね。なるほど。みかんこだ。はい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 。なるほど。じゃあ世界を忘れられるわ。で、これは、なんでもいいな。まあ、
デウスかなんか送ってきますか。で相手の手札から何かカードをいただいて、はい、で打点か3000とで、アーテクの効果を発動と、あまりにも最強とこれまたまたさっきと同じことできますね。だから多分あの相手のドローフェーズに裏にして表にするスタイルすれば、あ、一応どっちかしか無理か、これは。まあいいや、どっちでも打点、いや打点高いの並べたら勝ちか。名戦術の儀式の効果によって、墓地からタロットレース、まあ、出せるんですけどね、これ。はい、普通に。これ多分勝ちですね。はい。なんか相手、ずっと展開見てくれてありがてえな。一応、エンタープラゼネで判定する。まあ、ここまではやらなくてもいい気がしますけど、まあ、一応やってみましょうか。ワンチャンクリボールがある可能性あるかな、相手の。相手の手札にクリボールがある可能性があるから、まあ、一応クリボールがをケアして、クリボールがバトルフェイだとかね、うん、あ、天帝の人、なるほど、バトルフェイズいきますか。バトル対戦ありがとうございました。相手カードセット しかしてなかったけど大丈夫。サレンダーするとかいうドヤ顔で言ったけど全然未来見えてなくて、草高校マジで何もやることねえや、このデッキ全部取んねえから。効果先行ゲーすぎマジで。遊戯王はじゃんけん、儀式の下準備発動、1枚が2枚に、うわー、これでまあ儀式で揃ってんな、でかいな、これ強いな、ハンドこれ、冷静に見て。で天帝の人、効果これで、ガルーラちゃん送って1枚ドローしながら、ドラグ、あ、マキシムスドラグマ持ってきて、でガルーラちゃん効果でワンドゥルー、ゲールドグラ、なるほど、ゲールドグラ強えな、ゲールドグラ発動。さあ圧倒的最強のカードによって儀式モンスターを墓地に送って、墓地は儀式モンスターじゃねえや、アーデコ墓地送って儀式モンスターをサーチ、これ対象体制付与しましょう。これサグラビス持ってきておくと相手のトップ無限包容でケアできるんで、一応こしゃくでしょ、非常にこしゃくなね、効果になっていましてね、こしゃくなんだよね、非常に。これ何持ってんだっけ、あ、全部持ってんのか、これ次のターンのこと考えて一応持ってきとく説あるか。タロットレース、サウラビスでいいか、対象体制2回付与するわ。でマクシムスドラグマの効果、まあ、これは何でもよくて除外して特殊召喚していく。でこいつら邪魔なんでこいつらリリースしましょう。はい、でマクシムスドラグマータの効果によってペガサスと、ワゴンでいっか。相手の魔法トラップの方がめんどくさそうだな、開始のターンで。相手はエクストラデッキからカード2枚墓地送る、これでアドバンテージ稼がれるパターンあるからね、これちょっと注意したいですよね。ヌドスとか送られてなんかこの、あのモンスターが破壊されるっていうパターンがありますからね。一応アザレアとリンクリボー、え、あ、ピュアリーか、多分ピュアリーだ。聖戦術の儀式発動か、名戦術、どっちだ、聖戦術か、聖戦術の儀式発動、先だ、聖戦術の儀式発動して、でフィールドのモンスターを、リリースしないといけないので、これでこうしまして、名戦術で盤面のモンスター2体でいいかな。でこうしてこれ邪魔なんですよね、基本的に。このよくわからないこのドラグマとなんかあの、虫、これ邪魔じゃないですか。でそういう時はこうやってこうやってやるといいですね。はい、で、はい、でさらにエンドフェーズでいいか、いやもう使っちゃっていいか、これ使っちゃっていいな、使っちゃっていいや。表にして、でタロットレイス効果発動して、デッキからまあこれイタチガードできるしな、イタチガード、これ最強だわ、冷静に見て、これこの反動、イタチガードデウスエクスクローラーだ、これ強すぎて草バカ強い、ちょやばいこと来た。エンドでいいのか、いやこれ裏にしないよか、これ裏にしないよ、これ裏側にして、表じゃない、裏、これこいつを裏にして、 OK でエンドして、タロットレイ効果発動してデウスを出して OK でこれでいい、で相手のターン、
まあ、ぶち込んでいきましょう。ドローフェイズ、聖戦術機タロットレイの効果像。多分速攻魔法があるんだよな。多分ピュアリーだと思うんだよね、あれ、相手。だから、まあ、タロットレイスの効果通っちゃうと結構やばいですよ。さあ、タロットレイスの効果発動。タロットレイスの効果によって、デッキからリバースモンスターをリクルート。で、イタチ。はい、仕事でーす。全員起きてくださーい。朝ですよー。朝ですよー。起きようねー。ワンコちゃんと虫と、なんだろうな、これ、ペットのイタチくん。はい、ガードドッグの効果発動でーす。で、イタチの効果発動しまーす。このターン、相手は魔法トラップカードを発動できないし、モンスターを特殊召喚できません。さあ、どうしますか？おっと！何？やるじゃないか。スリーピーメモリー？オッケー？まあでも、出てきたピュアリー全部効果無効だけどな。ちなみに、今、デグスエクスクローラーっていうモンスターがいまして、フィールド上で、発動した相手のモンスターの効果が全部無効になるんですよ。無効化されるっていう効果がありまして、おー、めっちゃ打ってくんねで、ちなみに、特殊召喚できないはこの後に制約がかかるので、エクシーズとかもできないですし、なんか、ただ単にレベル1が並ぶだけだと思うんですけども、あ、そうだよね。はい。どうぞ。まあ、いいよ、出てくる分には。出てくる分にはいいです、全然。で、多分手札これ全部3枚しなきゃいけないでしょ、これ。はい。はい。OK？ で、1000ライフ回復？ありがとう。2000しかなかったからめっちゃありがてえわ。さっき、変な虫で、めっちゃ自分のライフ自称したんで。はい。さあ、ありえない量の、天使族、過去獣が出てきて、で、効果を全員発動してこようとするが、デウスエクスクローラーのテキストを読んでいただきたい。デウスエクスクローラーのテキストを今すぐに読んでいただきたい。まあ、いくらでもどうぞ。はい、ビリビリービリビリービリビリー終わってるだろ、このデッキ悔しいでしょうね。何にもできなくて、これが僕のファンサービスですよ。いや、天帝あるか。天帝やったらワンチャンいけるんだよな。なんか一応高校では、まあクシャトリラーはちなみに無理です。アライズハートがいると天帝の人とかいうカードゴミとかするので、マジで本当に何もできないんで、アライズハート天帝完全メタしてきてんのマジでうざいよな。やべえ、悲願にしじゃんこれ。親顔ムーブだ親顔ムーブやこれ。あ、ちなみに私最近オンラインくじっていうのをちょっと発売させていただいたんですが、そのオンラインくじの特典動画はね、クソデッキ講座っつって、ゼンマイムーブをねめっちゃ詳しく解説してるんでね、気になる方はぜひねチェックしてくださいはい。いや、もうこの動画公開してるときオンラインくじ終わってるかな。レスキューキャットちゃんじゃん。レスキューエースと一緒に追加されて、なんか話題になっていました、少しだけ。レスキューエースのパックで、なんか名前もつながってるし、一応スキアクロも入ってるからなんか相性がいいみたいな感じで、言われてましたね。はい。超ジゴットじゃん。超ジゴッドさんじゃないですか、先生。え？どういうこと？ジーランティス。なるほど。ジーラン、え、待って。ちょっと待って。あ、やべ、全然気づかなかった。え、これガードドッグと真空イタチやんけ。やべ、なんかレスキューキャットからなんかよくわからない最強モンスター飛んできてる。なんだ、これくしくも同じ構えか。超ジゴッド、ガードドッグ、やべ。なんかやばいことしようとしてる？もしかして、もしかしてやばい動きしようとしてませんか？超ジゴット効果タロットレイスとタロット、あ、じゃあ名戦術の儀式。やばいやばいやばい、やばいこと起きた。ちょっと待ってあ、やばいかもしれん。ちょっとほんまにやばいかもしれん。ね、なんだそれ。剣のジェネレードフローディ、誰や、お前誰や。タロットレイス、やばいこれはやばいぞ
やばいことしようとしてるな、これ。これタロットレイズの効果であのクセカード2枚リバースされるぞ。やばい、待ってくれ。あ、え、抹殺の使命じゃん。いや、これなんか、え、これワンチャンタロットレイズの効果無効にできるな、これ。あれ、あれ、これ回答引いた。ごめん、なんか俺ミラーだからさ、実質これ入ってんだよね、タロットレイズで。あれ、その6セカード2枚リバースできないんじゃねえの。これあれ、これいけるんじゃねえの、これ。奇跡起きた、これ。奇跡のドローじゃない、これ。マジで奇跡ドローだった、これ。天帝の人発動。ちょっとこれさすがにワンドローしないと、あれか、儀式セットでも揃わないな。ちょっと待って、これガルーラ行くしかねえか、ガルーラ行くしかねえ。これなんか引くしかねえ。ワンドロー入れて、ちょ、なんか、あの儀式系のやつ引いて、何らかの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 儀式系のやつ、何でもいい、最強。いけるぞ。クソゲーにはクソゲーをお見合いするしかねえ。これ盤面作ったらいける。ちょ、全部は処理できないな。タロットレイス効果無効になってるしな。まあ普通にバトルして、まじ、あ、で G ランツぶん投げじゃないですか。意外とタロットレイ打点高くていいですね。で、こいつぶん殴るじゃないですか。で、メイン2入って、で、エンディングストーリーするか。エンディングストーリーして、で、タロットレイ効果エンドフェイズリバースモンスターを特殊召喚する。これ近畿の壺やろ、これ。これボルトサンダー打てばいけんじゃねえか。相手エクストラもねえぞ。いや、これ多分ボルトサンダー捨てればいけるだろ。近畿の壺な気がするな、これ。こうしてオッケーで、ガードドックとか真空イタチとかちょっとめんどくせえか。これリバースさせるかも。タロットレイ発動、ちょっと早かったかな。攻撃表示で、近畿の壺リバース効果発動、全部っぱ。いや、もう多分これ何もできないでしょ。ゼンマイメイブだからさ、絶対あのデッキ絶対パーツそんな入ってないんだよね。かわいそうにな。もう多分ね、エクストラねえしね、多分ね。いや、これ悲願パーツ入れてるってことは多分一発屋だから、実質一発屋ってことはあれなんですよね。悲願出てきすぎなんだけど。うぜえ、うざすぎる、あまりにもうざすぎる。まあでも全部来たせがいいか。あ、そうですね、まあ聖戦術の使い手で、あ、聖戦術の儀式で、あの持ってこれるんで、まあ一応ちょっと近畿のツボ裏返してから反転して全部っぱして、あの壁全部爆破して、はい、 OK で、なんかあれか、悲願の効果発動するのか。はいはい、うざいですね。まあいいですわ、なんか勝ってくさ。なんでか知らんけど勝ってくさ。これ抹殺の指名者ゲーじゃん。